予告状を出すと決めたら、もう後戻り、ちゃんと準備は済ませておけよ。いよいよだな。ってことで、予告状の出し方だけど、議事堂に送っても意味ないな。各メディアに送ったところでどういう扱いされるかわからないし、裏で警察に回されたら最悪よ。どうすればいいの？だからそれダメだって。双葉ちゃん、双葉法完成だ。あ、準備済みだ。見ろ、これをこうすると。いつの間に？こんなの作ってんなら先言え。敵を欺くにはまず味方から。なかなかのセンスだな。イケてる。これなら目覚まさせてやろうぜ。まずは全国のニュースから。怪盗団を名乗るグループの主犯とみられる少年が身柄拘束中に死亡したことを受け、警察は今日午後、犯行は収束したとみられるとの正式見解を発表しました。にゃん、はい、皆さんこんばんは。我々は皆さんに怪盗団の名で知られているものです。俺たち全員ピンピンしてるぜ。けど権力者どもは情報操作して真実を塗りつぶそうとしてやがんだ。なんだこれ、どっからだ。それが切り替わりません。それにここだけじゃないようです。てわけで、次なる獲物を拝借する前に、まず皆さんのお時間を拝借しちゃいます。最近の要人の立て続けの不祥事、突然の乱心で起きる事故や廃人化、原因不明なんかじゃない。これらは全てある一人の男が欲を満たすために企てた犯罪だ。これその男は犯罪の露見を恐れて私たちに罪をかぶせた。卑怯にも警察まで操ってね。俺らは悪人の心しか盗まねえ。なのにてめえのしたこと全部追っかぶせやがった。被害者のことなんかどうでもいい。どこのアホや、早うやめさせろ。その卑劣な男の正体はなんや、ええとこで。おお、警察意外と素早いね。でも配膳で。その男の正体はあろうことか現職の閣僚、特命担当大臣、獅童正義。マジか、すげえ、マジですげえぞこれ。こいつの言葉は全部嘘。その証拠にこの通り、私たちは誰も死んでなんかないよ。嘘かどうかお偉い人とか分かる人は分かるよね。彼がどんな罪を犯してきたかは近く本人の口から伝えることになるでしょう。いや、どうぞ。まさか本物なんか。立ち止まらないでください。悪党がてめえ勝手に国ごと沈めちまうのを黙って見ているつもりはね。だろ、リーダー。その前に我々がこの国を頂戴する。もしもし。はい、はい、ただいま確認中でして。いいだろう、ひねりつぶしてやる。今の予告は残党の仕業か。誰も死んでいないとはどういうことだ。我々や指導を脅すために別人をリーダーに立てたのか。ただいま各所で確認中で。すみません。はい。はあ、本当か。怪盗の遺体が
モルグにないそうです。死亡診断書や搬送処理は確認したんだろ。はい、しかし。はっきりしろ。まさか怪盗におかしな力で騙されたのでは。みんながみんな死んだと思い込まされたとか。書類を作ったのは、自殺の現場に立ち会ったのは誰だ。配信を阻止する方法を探せ。一色若葉の研究資料があっただろうが。それから明智だ。どこへ行きやがった。無能なクソガキが。失敗が分かって逃げたんだろうが、見つけ次第ここへ連れてこい。いいな。邪魔者は消す。今まで通りな。怪盗の遺体はどこだ。怪盗遺体。ふざけてる場合か。あの、全く意味が。ああ、でもなんとなく私怪盗団の予告状を読みましたけど、そこから先のことが。もしかして取り返しのつかないことを。だとしたら私おい、ひょっとして怪盗に。まさか心を。そうなのか、虹真。私は何をしたのですか。怪盗だ。あいつら生きて。しかし仮に生きていたとして、どうやって署から逃走を。何としても捕らえろ。自殺の発表が間違いで逃亡されたなどと、こんな大失態が許されるか。取り調べを受けてもらう。重要参考人として。なぜ私が。作成した書類を確認しろ。見れば思い出すかもしれないからな。思い出せなくとも、逃亡された責任は全てお前にある。すみません、本当に何が何だか。最後に怪盗の取り調べをしたのはお前だ。上司の尻拭いだよ。恨むんなら死んだ特捜部長さんを恨みな。本当に病死だったんですか。本当に病死だと思っているんですか。そんなことはどうでもいい。お前のせいで警察のメンツは丸潰れだ。落とし前はつけてもらう。わかりました。頼んだわよ、みんな。怪盗団の予告を受け、警察は事実確認中とし。いらっしゃい。探せ。桜総次郎だな。なんだお前ら。怪盗団はどこにいる。ああ、今話題になってるやつ。とぼけるな。営業妨害だよな、これ。調べはついている。こういうやり方しかできねえわけ。上にはいません。怪盗団はどこだ。客じゃねえなら帰ってくれよ。共謀罪だ、連行を。生きがってんなよ、ご悪党の犬どもが。正義はお前らのとこにはねえんだよ。怪盗団と名乗っている彼らの予告は全くの事実無根です。選挙の妨害を目論んだ立ちの悪いテロ的行為に他ならない。今必要なのは屈しない強き心。私自身、命を賭して戦う覚悟です。怪盗団と指導、どっちが正しいんだ。指導さん、あんなこと言ってるけど本当かしら。怪盗団と名乗っている諸君らに告げる。君たちの振る舞いは極めて重大な犯罪である。法と安全に対する反逆であり、国民をいたずらに不安に陥れるだけだ。今すぐ名乗り出て全国民に向けて謝罪したまえ。
怪盗団って電波ジャックやったろ。やばいよな。でもシドウってさ、悪人面じゃない。何を信じていいんだか。早く捕まえてほしいわ。シドウの野郎、冷静なふりしやがって。内心絶対ビビってるぜ。謝罪せよとは笑わせてくれる。どっちが悪党なのかしら。人集まってきてる。予告状の効果絶大だな。私の自信作だからな。どうせ騒ぐしかできねえんだろう。ほんと、帰って寝ればいいのに。あれだけのことがあっても指導の改心を望む声は多くないのよね。私たちのやろうとしていることって正義なんだよね。そういうことだ。そうだよね。おい見ろ、あそこ。まさか指導正義に単価を切るとはね。若いってすごいわね。けど燃えるじゃない。ほんとネタに困らない子。こっちに気づいてるわけじゃないのか。さすがに記者の嗅覚だな。うお、三島、なんで来ちまってんだ。半端ねえなあいつ。怪盗団は正義に決まってるよ。俺が保証する。言ってくれるじゃねえの。数は少なくてもファンは大事にしてやんねえと。とっとと指導を改心させてやろうぜ。てめえ、貴様ら一体どこで力を手に入れた。まあいい、文句があるなら聞いてやる。お前、明智を利用した挙句何をした。あいつはお前の実の息子だったんだぞ。そんなところだろうとは思っていた。あの女の面影があったからな。奴が近づいた理由も察しがついてる。私をはめるつもりだったんだろう。頭は切れるが所詮はガキだよ。適当に褒めて手なずければ自在に踊る。私が総理に就任したら即刻消すつもりでいた。なんだと。あいつは私の過去を知っているんだ。生かしておくわけはなかろうが。しかしさすが自作自演の名探偵様だな。ずっとそばにいた私の考えも見抜けんとは。自滅してくれて手間が省けたがね。ひどい。お母さんの研究を奪って命まで奪った。自分の利益のために好き放題して人を何だと思っているの。
私のお父様まで絶対に許さない。改革に犠牲はつきものだ。愚か者は優秀な人間に委ねていればいい。この私が導いてやるよ。てめえのどこが優秀なんだよ。明智の助けがなかったらここまで来れなかったくせに。明智が現れたのも神が私に期待しているからだ。私だから明智のあの力も有用に使えたんだ。貴様らのやってきた改心とやら大衆を熱狂させ暴走させただけではないか。何を勝手な。真っ当なやり方じゃ勝てない負け犬が汚い手を使ってのし上がっただけだろう。あなたなんかに人の上に立つ元首の資格はない。人々を道具のように扱い罪の階段を登って成り上がった犯罪者が。人にの犠牲者の命と国家そのものの命比べるまでもなかろう。己の幸福以外は自己責任という名の他力本願。そんな愚民どもの願いを叶えてやるんだ。それが神に選ばれたこの私にしかなせない世直しだ。自分以外の人をそんな風に見下すなんて。子供に殺人を命じる指導者なんて絶対認めない。国のためとか言って全部自分のために決まってる。そんなの誰も望んでない。望んでいない。ならばなぜ私は選ばれた。なぜ私に総理の椅子が明け渡された。今や誰もが地道な努力を否定し抜け駆けや一攫千金ばかり闇雲に追いかけている。だから私が最強国家を樹立してやるんだよ。誰にもひれ伏さず揺るぎない最強国家だ。何が最強国家だ。犯罪者が作る犯罪国家の間違いだろ。貴様を放っておくわけにはいかないな。日本の恥さらしだ。その狂った心奪い取ってやる。私に従わぬ反逆者は排除しなければならない。しかし能力のある者を殺すのは惜しい。明智もいなくなってしまったからな。最後に生か死か選ばせてやる。その力私の世直しのために捧げろ。金でも地位でも好きなものをくれてやる。お前なんかに従うわけないだろ。何度聞いても答えは変わらないから。もう少し考える頭があるかと思ったが、愚民は愚民か。なら残念だが諸君を排除するしかない。取るに足らん小さなほころびだが、そんな甘さで大国すらも滅びる。私はそういうミスは犯さない。いつの間に。暴れたあの愚足と同じには考えんことだ。お前さあ速やかに死にたまえ。うちのリーダーが世話になった礼だ。今まで通りな。私の最強国家に賊はいらぬ。私と私を敬う者があればそれでいい。間違った大人は命がけで止める。それが怪盗だ。いただいていく。
容赦しない。痛いな、もう。容赦しない。強敵な上に物理が効かない。セラフォースじゃ勝てないわよ。食らいなよ。彼はもう一人の俺だ。そうだ、感謝する。助かったぜ。容赦しない。貴様ら、私に歯向かうことの意味分かっているのだろうな。分かりたくもないし。ならば果てるがいい。私に挑んだ愚行、あの世で悔いていろ。散らしてやろう。ペルソナ、いけ。
暗示。くたばれ。ベルソナー。ほらよ。華麗に回避。ペルソナ。そう。おかしいな。これを。ありがとう。サンキュー。ペルソナ。ペルソナ、くらえ。ここまでやるとは。なぜ抵抗をやめない。私が目指す国家は大衆の幸福の具現だというのに。また変わった。理想のためには弱い子の犠牲は当然なのだ。ペルソナー、くらいなよ。彼はもう一人の俺だ。これだな。それは侮れんというわけか。負けた時だけ愚民のせいってか。うん。ホイスラを束ねているのは貴様か。感動の再会ね。
敵を潰すときは今度からもっと確実を期すんだな。まあお前に今度はねえけどな。ん？貴様、怪盗団というだけではないな。てめえがこいつを仕留め損ねたのは一度目じゃねえってこった。裁判まで起こしたのに覚えてないなんて、心底人を何とも思ってないのね。貴様、まさかあの時の。女といたところへ現れて逆らいやがったクソガキ。そうか、あの時のガキがな。こいつは興味深い巡り合わせだ。だが無駄な努力だったな。ああ、強く有能な人間が存分に活躍するには小さな犠牲は仕方がない。道のありを何匹踏んだかいちいち数えていて目的地にたどり着けるか。あなたが殺した人は死んで当然の人だったと言いたいの？完全に狂ってる。愚民が理解できるとは思っていない。故に力で証明してみせるとしよう。貴様ら怪盗団を叩き潰すことでな。今まで通りな。このゲーム私がもらう。何この力。気をつけて、あのムキムキはハッタリじゃないよ。ヘルスだ、奪え。やるな。ヘルスだ。そこで寝ていろ。我は何時ペルソナ。よっしゃ。
ってみよう。サンキュー。起き上がれ。ありがとね。ガチだかんね。やるな。しかし私が賊に負ける道理はない。そこで目線よ。ペルソナ。ペルソナ。やるな。ペルソナ。最後の締めは俺たちで行く。行くぞ。なあ。さすがの食いっぷりだったな。うらうら。ヘルソン奪え。はい。感謝する。サンキュー。支配するエリート中のエリートの力、クソガキどもに振るうのは尺ではあるが、とことん教え込んでやる。まだ来んの？よし。さあどうだぞ。こんなガキどもとはキャリアが違う。嘘、また強くなってる。死ね。やってやる。いただいていく。やるな。ベルソナ。ベルソナ。はっ。ベルソナ。やるな。感謝する。助かったぜ。我は何時容赦はしない。そこかな。そこで寝ていろ。容赦はしない。何で寝たら。誰か手当てを。粛清を受けよ。マーサーが倒れた。手当てをしてやれ。
すまないな。こいつだ。アンガト助かった。ペルソナ、ジョーカーやっちゃおう。使っちゃうね。彼はもう一人の俺だ。そこで寝ていろ。よくぞここまで邪魔をしてくれたものだ。正直想定外だったよ。
こうなる前に徹底的に潰しておくべきだった。私もまだまだ甘いということか。しかし私はやり遂げたのだ。この国の舵を取るという野望をついに現実にした。私の野望はまだ始まったばかりなのだ。小僧、今さら貴様のような路傍の小石ごときにつまずくわけにはいかん。今度こそくだらぬ因縁を私自身の手で叩き潰していく。ここまで来て、こんな、ジョーカー、頼む、絶対負けないでくれ。行くぞ。よし。廃人化させた罪、生きて償ってもらわないとね。落ちる前にうちのリーダーに何か言うことあんだろ。ああ、認めよう。お前に罪を着せたよ。保身のためになすりつけたんだ。すまなかったな誰かにすまないなんて気持ちを抱くのは随分と久しいかもしれん。それもいいかもしれんな。破れるか、この私が。怪盗団を殺せるんだな。あくまで意識若葉の研究によればですが、パレスを一時的に崩壊させ、それに巻き込んで道連れにします。急激に起こりますから、よほどの運がない限り逃げおせないでしょう。ただ認知の世界を故意に消すには、生命活動自体を止めるしかありません。つまりこれは一時的に死ぬ薬です。どうしてもリスクが。何でもいい、よこせ。なあ、うん、こ
これで奴らも終わり。なんと無茶な。何かあればすぐに搬送を。てかなんでハンドル？しかも船？この国の舵は私が取る。私がやらねば誰がやる？なんと傲慢だ。私は、なんだ？え？爆発？お宝取ってないよね？話は後だ。とにかくお宝取って逃げるぞ。あれ？こっちから来なかったっけ？これじゃ倒れ。何が起きてる？おい、ナビ！どっかで爆発！でもなんで？な雑な説明あるかよ！私だってわかんない！現実の指導に何かあったのかも。何かってなんだよ！知るか！止まってるのヤバくない？逃げないと！ナビ、他に脱出ルートは？探してるけど。あっちは？嘘。道が。でも、行くしか。やべえ、こっちも。これ、沈む？このまま死んでたまるかよ。ダメだ、これ死ぬ。動けないし。あった、救命艇。行くぞ。届けや。ダメだ、とても間に合わない。俺が行く。てめえら捕まってろよ。リュウジ、ここで走んねえで。いつ走んだ。なんでよ、なんで、リュウジ。